大垣協立銀行、株式会社大垣協立銀行、大間、企業、立銀行、A 商、ザ大垣居立バンク、LTD は、岐阜県大垣市に本店を置く、地方銀行。マスリテール戦略に基づく、独自の、あるいは全国初となるサービスが多い、口実。 ドライブスルー専用店舗の開設や女性行員によるアイドルユニット、オーク部45の結成など、いろいろな話題を提供する金融機関である。2015年、平成27年4月1日より、寄付券の指定金融機関になった。イメージキャラクターは、パディントンベア。大垣協立銀行は1896年、明治29年3月に設立を免許され、4月に、 開業した、初代峠は、旧大垣藩藩主と出しゆかりの氏族で、大垣藩家老の家柄である、戸田恵之介後に、聖五位、君後等、大垣商工会議所会等を務め、朝鮮総督府の養殖等に就く。1878年、明治11年12月に、出録処分によって交付された国債の運用先を、 求めていた大垣藩士を中心に創立された129国立銀行の営業を実質継承したものである。名称は、株主に旧大垣藩士族と西能各軍の地主が加わったことから、士族と平民が協力して、新発足したので、強立にしたものである。明治の前期、岐阜県内には6行の国立銀行が設立されたが、 現存しているのは、大垣共立銀行と十六銀行、第十六国立銀行の二行のみである。大垣共立銀行は、明治年代に二行、大正年代に四行、昭和時代に三行を合併し、西農地域の農業、商業金融を中心に発展してきた。一大転機となったのが、1904年、明治37年、大垣に本店を有する美濃商業銀行の、 臨時休業に橋を発する、性能一体の取り付け騒ぎである。この時、安田財閥総帥、安田善次郎は、第三銀行、後の安田銀行を通じて、大垣共立銀行を支援する。これをきっかけに、1909年、明治42年7月、安田保全者が、大垣共立銀行の総株部数の14.2%を、引き受けその参加に入ることになった。この結果、 創立以来の頭取であった、戸田栄之助は副頭取となり、安田財閥より新頭取に、安田善三郎、善次郎の娘婿、取締役に、安田善八郎、善次郎の娘婿、安田中兵衛の娘婿、関西役に、杉、玉北郎が派遣された。以後、歴代頭取は、同社から派遣されることになるが、頭取は在京のままのケースが多かった。 もともと、大垣共立銀行の源流である、第129国立銀行は、旧大垣藩主のイボアに、戸田氏官が頭取を務め、取締役に、旧藩上層部、元、家老、戸田三也、戸田英之助などがいたこともあり、地元では、戸様銀行と、あだなされていた。こうした中、安田保全者より派遣された行員は、大垣共立銀行内に,前に、前枯れ主義、 顧客第一主義を徹底させる。また、安田財閥参加の銀行は、人事、貸し出し、1万円以上に関する重要事項はすべて、安田保全者本社が、品利、承認する方針であったため、資金運用の効率化や健全性を求め、営業基盤拡大が模索された。1923年、大正12年12月、名古屋市大曽根の農産銀行が乱脈経営により、 破綻した際、安田保全社を通じて、大垣共立銀行に救済を求められ、同行買収により、愛知県進出の地方を築いた。さらに、1926年、大正15年4月、友栄銀行の買収によって、三重、滋賀両県に進出した。太平洋戦争直前と1943年、昭和18年、金融当局より主義に基づき、 同じ岐阜県内の16銀行との統合を打診された際、大垣共立銀行役員会は安田保全者系列以外との合併は拒否すると決議、しこれに抵抗する。安田銀行は大垣共立銀行との合併を検討したが、日銀より資金効率の観点から難色を示される。再三にわたる金融当局の干渉により、1945年、 昭和20年5月には、役員会の体制も、16銀行との合併へやむなしに傾き、同年7月に16銀行との統合交渉を開始するも、直後に、岐阜空襲、大垣空襲が発生し、交渉は中断、そのまま終戦となり、合併は、分散無償することになる。終戦後、GHQ の財閥解体措置により、安田保全社が解散。 同社より派遣されていた会長、専務が退陣した。このため、当時大垣協立銀行廃抜きであった第七代、社長、1950年に、東取制に復帰、土屋武氏、神戸交渉卒後、2年間の兵役を経て1909年7月、入校。1923年支配人、1930年常務、1942年専務。 1944年、社長。1950年、東取り。1962年、会長。1967年、相談役。1970年、10月没。去年87が中心となり、自主経営が、開始される。以後、第8代頭取りの寺田光造。大阪工商卒。日銀大阪支店調査役を経て1951年、入校。 1958年専務、1962年から1967年峠、長期にわたり在任した第九代峠、土屋人志、吉尾の次男。東大文卒、1933年、同盟通信社入社。岐阜放送常務を経て1957年入校、1967年、九1986年会長、1993年、 終身名誉会長。2003年7月没、去年95、第10代陶取、戸野村二郎、東大教卒。1946年入校。1986年、陶取。1993年から1996年、会長。2001年6月没、去年78、第11代陶取、土屋隆西野長男。 京大法卒、1970年富士銀行入行、1977年入行、名古屋支店長、本店外国部長を経て1993年頭取、江戸経営が引き継がれている。土屋人氏の第大代取就任にあたっては、前任の寺田構造峠はじめ一部より、世襲批判、1997年3月4日付、日経金融新聞、 あの日、あの時私の金融資があったが、結果として、土屋家より3名の頭取、3名の合計在任期間は2006年現在50年を排出し、また本店前には土屋一族出身の頭取経験者共造があるなど、現在まで土屋家の影響力が強い。もともと土屋家は大垣近郊の大地主であるが、この土屋家は分家筋にあたり、 本家筋投資は16銀行勤務であった。ちなみに、土屋隆主元頭取は、インタビュー等を通じて、マスコミへの露出が多く、2000年、平成12年には、ベストファーザー賞を受賞している。しかし自主経営早々に、これまでの安田保全者との関係から制限会社の指定を受けることになる。この時、制限会社指定を受けたのは12行であったが、このうちちぎは、 東京と四国銀行のみであった。指定解除となる1949年、昭和24年まで店舗新設などの積極経営を著しく抑制され、戦後における発展が他行に遅れを取ることを余儀なくされる。1948年、昭和23年、金融機関再建整備法によって資本金の90%減資を行ったが、その後、貸金、 預金などの回収、資産再評価、所有不動産の売却などに努力し、旧勘定の整理は順調に進んだ。この結果1952年、昭和27年には第二次封鎖預金の払い戻しを行い、1954年、昭和29年に株主への原資分担金及び利息を支払って、全国の銀行に先駆け調整勘定の閉鎖を完了した。 1949年、昭和24年の制限会社指定解除とともに再建の条件がいち早く整うことになる。この間、1948年に岐阜県関市、田地見市に店舗開設、県内中濃、東濃地区に進出している。経済成長に対応して、東海経済圏に積極的な店舗展開を推進し、1960年、 昭和35年に東京事務所1961年昭和36年に大阪支店1964年昭和39年に東京支店を開設またもともと、岐阜県は当時期、刃物繊維を中心とした輸出産業が盛んな地であったため業務国際化の動きにも対応1960年に外為業務を開始 1972年、昭和47年に外国部を設置。1978年、昭和53年に海外コルレス業務を開始。1984年、昭和59年に海外コルレス包括承認銀行の認定を受けた。また、1986年、昭和61年に香港駐在院事務所。 1989年6月香港支店。現在は、再び駐在院事務所。1988年、昭和63年ニューヨーク駐在院事務所。1990年10月、ニューヨーク支店。駐在院事務所への変更を経て、現在は、廃止。1990年、平成2年ブラッセル駐在院事務所。1992年1月。 欧州大垣協立銀行となるが、現在は、解散、2004年、平成16年上海駐在員事務所を設置した。その後、バンコク、タイとホーチミン、ベトナムにそれぞれ駐在員事務所を設置している。もともと、大垣協立銀行は、岐阜県内では規模及び業務面から県と岐阜市に、本店を置く16銀行の工人を配していた。そこで、 大垣協立銀行が取った政策は、積極的な県外進出とマスリテール戦略に基づくサービス深度化であった。なおこうした政策の類型は、駿河銀行、かつての西京銀行にも見られる。店舗展開においては、2006年、平成18年時点で、岐阜、愛知、三重、滋賀、東京、大阪の6都府県に店舗を有し、 地銀の県外進出の先駆けとなっている。東海地方の全国地方銀行協会加盟銀行では最も広範囲な展開でもある。特に愛知県には県内競合金融機関の16銀行の本格的進出が第二次大戦後、正確には大正年間に名古屋市に進出したものの不良再建を築いただけで1921年に 撤退であったのに対し1923年、大正12年に進出。現在では、県内に全店舗の3割にあたる46が店舗を展開し、進出地銀では最大の予退金量である。また、2007年、平成19年度中には、愛知県内向け貸出資金総額は、岐阜県内向け総額を超えるのは、確実とされる2007年1月19日付。 日勤市。三重県、滋賀県には1926年、大正15年に進出し、現在でも桑名市店、三重県桑名市、長浜市店、滋賀県長浜市は、同地でも存在感のある店舗になっている。独自の、あるいは全国初となる一連のサービス深度化は、収益にほとんど寄与しないとの大手証券アナリストの指摘、2005年1月25日付日経。 金融新聞もあるが、大垣協立銀行の狙いは、斬新なサービスによる知名度向上で、新規顧客獲得へつなげる戦略を立てている、どその結果、2005年、平成17年のダイヤモンド社の調査では、顧客満足度で全国第一位の銀行に選ばれた。また、2006年、平成18年8月30日に、 日経新聞が3大都市圏の消費者を対象に行った地域金融満足度調査でも大垣協立銀行は利便性が高く評価され86.2点を獲得し主位となった。なお、近隣金融機関では岐阜信用金庫が77.2点で13位。16、銀行が77.0点で15位。ちなみに、第九代東踊り、土屋人志、元東踊り、 タカシのジップは、もともと同盟通信社出身のマスコミ人であり、PR 戦略に長けた人物であった。サービス深度化の先駆けとなったのが、ATM 稼働の順次延長である。1990年、平成2年6月より日曜、稼働キャッシュサービスコーナー、サンデーバンキングを開始し、1994年、平成6年9月には、 ATM365 日無休稼働エブリデイバンキング1995年平成7年1月には機械の稼働開始時刻を午前8時45分から午前8時に繰り上げるモーニングバンキング同年6月には午前7時に変更を開始しいずれも全国初であったこれらの政策は個人取引に強みを発揮し2007年 平成19年3月期現在、預かり資産、公共債、外貨預金、年金保険、投資信託の合計は7、123億円、個人ローンは7、367億円と、共に、東海3県に本店がある、地方銀行、第二地方銀行間で、トップの残高となっている。岐阜市に本店を構え、県を代表する地銀の16銀行とは何かと、 対称性を見せる。例えば、1973年、昭和48年に、大倉省、当時の反対を押し切って建設した17回検診、本店、建設時は、地銀本店とし、また、東海地方の高層ビルとして最も高いビールであった。なお、この回数は、16、16を超える意味があるとされるの象徴性など、ライバル意識が強い。このライバル意識は、 融資競争における低金利傾向、岐阜金利の円印ともされている。消費者からの評価については、前日のように、大垣協率が高い評価を受ける一方、現在の財務指標においては、公員一人当たりの業務純益が、大垣協率の593万円に対して16、和975万円、総業体金利賞の0.18%に対して0.5%、 不良債権比率は4.54%に対して4.19%等16がより安定的な優位性を見せる。数値は2006年3月末決算。大垣協立銀行が単独の指定金融機関となっている地方自治体は5つ。地方銀行では珍しく、本店所在地以外の県、愛知県で単独指定金融機関となっている自治体、カスガイがある。 このほか、臨番制で、指定金融機関になっている、自治体は17、内岐阜県内16、三重県内1ある。また、県議会の決議により2015年、平成27年4月1日月から、岐阜県の指定金融機関が16銀行から、大垣共立銀行へ交代することになった。岐阜県では、たびたび県の指定金融機関の見直しが話題となる。 端的に言えば、指定金融機関に、大垣協立銀行を加えることへの可否である。指定金融機関制度が始まった1964年以来、岐阜県の指定金融機関は16銀行単独、大垣協立は指定代理金融機関であるが、これを、大垣協立銀行を加えた、臨番性ないし並立性にすることは同行の比であった。このため、 積極的な働きかけにより、岐阜県庁内や県議会、性能地区選出議員を中心に、指定金融機関を臨番制にすべきとの議論が常々あったが、当時、大垣共立銀行は、日田地方に店舗網を有しておらず、店舗の網羅制の観点がネックとなり、立ち消えとなっていた。こうした中、1999年、平成11年12月、 大垣京立銀行は高山市に支店を開設し、日田地方に進出2000年平成12年10月には、郡上信用組合、郡上市を合併したことで、岐阜県内における店舗網も拡充し、また同時期16銀行経営層と岐阜県庁職員幹部の間で関係の疎母が生じていたこともあり、再び指定金融機関の見直し議論が活発化した。 折しも、当時は、米オフ解禁後の公金保護策が各地で検討され、岐阜県でも1964年、昭和39年の指定金融機関制度、導入以来続く、16銀行への単独指定を、見直す方針を打ち出した。2001年、平成13年には、桑田県副知事、県庁職員出身を会長とした、金融問題研究会、研究テーマは、 制度融資、資産運用、指定金融機関のあり方で、現在は解散から指定金融機関を見直し、複数の金融機関が一定機関ごとに交代する、輪番制にすべきとの提言が出された。大垣共立銀行を指定金融機関に加えることに関しては、支持する側は次の3点を挙げる場合が多い。なお、新たに指定金融機関を加える議論では、 大垣共立銀行だけでなく、資金量2兆円規模を持つ岐阜信用金庫も上げる場合もある。ただし、都道府県から信用金庫が受託した事例はこれまでない。また、実際に指定金融機関を見直すには、県側にもシステム変更の負担があり、銀行側にとっても指定金融機関受託に関しては、地方自治体からの要求が厳しく、金融自由化の流れの中で、 利益的なうまみはほとんどないとされる。この論争は行政への協力を引き出したい岐阜県の思惑と大垣協立銀行と16銀行のメンツをかけた争いの側面も否定できない。なお、金融問題研究会の答申が出た2001年、平成13年当時の梶原卓岐阜県知事は選挙時の選対本部長に当時の16銀行と踊り、 岐阜県商工会議所連合会長の立場で就任がついていたこともあり、指定金融機関の見直しは否定的であった。また、見直し推進派であった、猫田高志県議、自民党岐阜県連幹事長、大垣市選出が郵勢解散後、一時自民党を離党、2007年1月復党した影響もあり、2006年、平成18年現在特段議論の進捗は、 見られなかった。なお、古田はじめ岐阜県知事、同じく知事選次の選対本部長は、岐阜県商工会議所連合会長の立場で16、銀行等度には、県の指定金融機関の直しについては、明確に否定していた。2011年、平成23年10月には、岐阜県議会において、岐阜県最大会派の県政自民クラブより、指定金融機関の交代制導入が、 岐阜県知事に対して提言された。自民党岐阜県連の猫田幹事長は、知事が同提言に賛同しなければ、次の知事選で、現知事を支援しない考えを示唆していた。長らく論争が続いてきたが、2013年、平成25年10月10日、開催中の県議会において、最大会派県政自民クラブなどの全会一致の可決から2015年度以降、 当面5年間、指定金は大垣協立議にへ交代することとなった。これに伴い、2014年10月20日、寄阜県庁舎2階の正面玄関ホール東側に、寄阜県庁支店が開設された。そして2015年4月1日から、1年半、1億5000万円の時間と経費をかけて、準備を進めてきた、県指定金の自宅を開始した。は現在、 NEC 製メインフレームによる感情系システムを稼働させているが2017年度から日本ユニシスの構築による Windows で動作するオープン感情系パッケージであるバンクビジアンに行することが明らかになった。またこれと同時に情報系システムも再構築される。投資額はシステム構築費用と稼働後10年間の運用。 維持費を含め150億円程度を見込んでいる。預かり、資産が一定金額以下の場合、維持手数料を徴収する口座は他行でも導入されているが、本商品はそうした顧客選別手段ではなく、下記サービスの対価として、向上的に液務収益を確保する的があり、最も PR に努めている商品である。平成7年から続いている。 期間限定の定期預金、例年3月の終わり頃から4月上旬頃にかけて発売。中日ドラゴンズの選手の中で最高打率の1、100を金利に上乗せする定期預金。1名にあたりの預け入れ限度は50万円。有料総合口座の保有者は100万円。さらに、定期預金を預け入れる際に、ドラゴンズ選手の首位打者を予想し、当たった場合には、 様々な特典が受けられる。ちなみに、平成19年は抽選で5名に、現金5万円プレゼント。また、当選者の中から1名は、プロ野球シーズン終了後に行われる、ドラゴンズのファンの集いに招かれて、ドラゴンズ首位打者賞のプレゼンテーターになることができる。なお、中日球団との契約により、金融機関で中日ドラゴンズに関連した、金融商品を発売できるのは、 大垣協立銀行だけである、聖19年5月現在。中日ドラゴンズが、ペナントレースの終了間際に、優勝争いをしている場合に発売される、定期預金。2007年に発売された、応援定期では、クライマックスシリーズで優勝した場合は、金利が年0.7%、日本シリーズで優勝した場合は年、年1.0%になる。それ以外の場合は、 通常金利。美容器具、化粧品、サプリメント利用のための専用ローン。以前は、直営拠点の増設及び、サービス深度化を進め、他銀行等との提携には、消極的であった。しかし、競合業である16銀行が、東海3県内の親密業、三菱 UFJK 銀行及び、岐阜県内の金庫組合等相互に、 払い戻し手数料無料提携を行ったのを受け、2006年、平成18年以降は、相互無料提携を進める。時間外手数料は、別途必要。法人カードは、三重銀行、北陸銀行も、無料の対象になる。共同出張所においては、大垣協立、またはこれらの提携先が幹事業となっている場合に、限る。ただし、イオン銀行のカードの利用については、 提携先の幹事業が未提携の場合は利用できない。なおゼロバンク以外のコンビニ ATM は対象とならない。2005年、平成17年3月より、サークル系サンクス、ピアゴ、ラフーズコアと共に、岐阜県、愛知県にある同社約1300店舗に、現金自動支払い切り用手数料無料の ATM、ゼロバンクを展開している。当時、岐阜県び愛知県には、 セブン銀行、当時は IY バンク銀行のコンビニ ATM を設置するセブンイレブンがドミナント戦略で大量出展しており、同地域を地盤とするサークル系サンクスは危機感を抱いていた。こうした中、前述にある16銀行の ATM、総合無料提携に対する対抗策を模索していた大垣共立銀行との思惑が一致したものである2005年7月1日付、 朝日新聞、コンビニ競争、東海に、熱地元税、サービスで応戦。その後、三重銀行、東京スター銀行も参加したが、両校は後にサービスを終了し、前者は E ネットの、後者はバンクタイムの ATM に転換している。なお手数料無料のコンビニ ATM に関しては、預金規模が大きいメガバンクを中心に、ATM 漢字銀行に、 多額の手数料を負担するため ATM ネットワークに関して不平等だと強い不満2006年月16日付日経新聞はじめ格式法詳細はゼロバンク参照が出ていたもっとも大垣協立銀行の場合は東京スター銀行と異なり無料 ATM はゼロバンクに限り時効 ATM では多項顧客より危機手数料を供給することから一概に 銀行間手数料目当てのビジネスモデルとの批判が難しかった2006年11月11日付、朝日新聞。結局2006年平成18年11月、大垣協立銀行と三菱東京 UFJ 銀行との間でゼロバンクにかかる取引支払い手数料の割引を合意したとの報道がなされている。同行管理のゼロバンクに限り、 ACS 接続により、地方銀行64行の法人カードによる時間内無料出勤も可能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。